よっ、で今箱から出しました。なんかネットで見てると、なんていうんだろう、梱包材が結構発泡スチロールで家の中が大変なことになるみたいなこと書いてる人結構いましたけど、今回は発泡スチロールじゃなかったので、結構綺麗に開けることはできたんですけど、ちょっと残念ながらここはへこんでるのかな、形かな、造形状の形なのかへこんでるのかわかんないけど、ちょっとなんかこのハンドルは曲がったりしますね、やっぱり段ボールだとこれはしょうがないかなという感じで、まだ開けてみてないので開けると大変なことになってるかもしれないですけど、ちょっと開けてみますね。よいしょ、なり開かないパターン、溜まってたかな、今か、あ、ネジで止まってる、まずはちょっとネジがいらない方から開けてみると、ファンカバーはついてるけどただの穴っていうのと、あ、なんかいろいろ入ってますね。大きさは書いてあって何かが分からない箱があるので、これをちょっと写真を撮らせてください。なんだこれ、ポンプかな、なんか標準でこれを買うとどんだけ安いやつだろうが、どんなバリエーションだろうが、CO2 レーザーの冷却用のポンプと、ダクトファン、ダクトと排気用のファンはついてくるみたいですね。何かよくわかんない金属レーザー。あ、ドライバー。電源と、よし。ドライバーですね、電源コード、これ、あ、100V 仕様、ちゃんと 100V のコンセント、オーダーするときに100、220か100かって聞かれたので100って答えたら、一応100のアダプターで来てます。で、多分これはソフトのドングルかな、ソフトかな、あと USB ケーブルと謎のディスクと、あ、説明書は英語ですね、読めるな。もう中国語じゃないですね。今回は買った業者は香港の会社だったんですけど、結局中国を経由して送られてきたみたいですね。ダクトカバーはもうこれどこで見るかな。超汚いですね。超汚いです。なんか埃かぶって何年置いてあったんだろうって感じ。で、これは排気用のファンですね。使って大丈夫かなと思うようなファンだけど、これコードの先は中に入ってるのか、違う、ああ中に入ってるな、まあ、一応これもプラグは日本で挿せる形のプラグだけど、何ボルトかは書いて、まあ、あるわ、まあ、110ボルトですね、まあ、ちゃんと110ボルトの、ちょっと見えないかな、110ボルトだと。で、あと本体の中にこれがポンプかな、多分ポンプだろうな、なんか思った以上にちゃんとできてて今微妙に感動してますけど、みんなが言うほどひどくないかもです。ポンプですね、これも一応110ボルトで、まあ、見えないかな、見えないな、110ボルト使用、15ワット、
60Hz 用っていう。よいしょ。で、あと本体の中は、あ、一応なんか養生してあって、タイラップで止めてあるみたいなんで、ちょっとカメラ撮るかな。うん、一応なんか、スポンジが入れてあって、傷がつかないようにというか壊れないように養生はいろいろしてありますね。ここもタイラップでベルトが止めてあって動かないようにしてありますね。レーザーのところはちょっと全然写真と違って、あ、レーザーポインターついてんじゃないか。レーザーポインターついてますね。止まってはないけどうーん、なんかいろいろ思った以上にクオリティは今のところいいですね。ほう。で、中の電気照明は LED になってますね。で、テーブルがここらしいんですけど、ああ、ここはちょっと、これは NC じゃなくて、ドリルとノコギリ、バンドソーみたいなので切った感じかな。面取りしてないんで、ちょっと、下手に触ると指切っちゃいそうな作り。まあ、スプリングが入ってて、戻るようになってます。思った以上にいい感じですね。ちょっとじゃあついでなんで、この電源とコントローラーのあたりのところを一回覗いてみようかな。よいしょ。これもこのネジで多分取れると思う。あ、くな。これで開けてみます。グイーン。おお、一応なんかできてますけど、ああ、まあやっぱりなんかネットで見た通り、スイッチはついてるけど、なんか自分でつなげようみたいな配線されてないスイッチがあったりとか、まあでも他は一応、あ、温度計は、これはあれなんですね。温度計はもう単体で成立するようになってるのかな。でも、単体で成立するけど、これ電源がボタン電池のタイプですね、これ。ああ、ボタン電池だ。だから電源ケーブルはないんですね。単体で動作するイメージかな。ってことはこれスイッチがどっかにあるのか。ん？温度計はあるけど、温度計のスイッチがどうやって入れるかわかんないな。どうやって入れるんだろう。そんな感じですね。で、まあちょっとこの温度計はコードがパツンパツンで、もうなんか切れそうな感じなんで、ちょっと後でなんかしたいと思いますけど、うん、一応なんかそれっぽくできてますね。うん、配線も一応つながってはいるっぽいんで、まあ、ここにパソコンとのインターフェースの USB のコネクタがあるんですけど、うん、第一印象かなりいいですね。じゃあ裏を見てみますか。